アメリカとかがものすごい金北朝鮮に払って、なんかこういう仮想通貨関連の取引所のハックとかなんか口座でも開いてもいいですよこれ。あ、分かった、それを隠し施設撤退のあの取引条件にしないんだ。分かった分かった、あの全面撤退じゃなくて一部撤退とかにして、その代わりにあのね、フラザーさんとかの、まあ、技術関連の少しでも好評なりシェアしていくって。俺多分あれだろうな、これ聞いとったらボコボコにされるだろう。はい、2019年4月17日本日ピックアップしたニュースの紹介。まずは韓国仮想通貨取引所コインネスがホームページを通じて仮想通貨取引サービス運営を段階的に中止していくと発表しましたよ。現在は会員登録不可能で、取引や振込関連に関しては30日の午後5時まで、出勤は6月30日の午後5時まで可能ですよと。まあ去年の詐欺や背任なんかの疑いで拘束された懲役3年執行猶予4年罰金が30億ウォンと、まあそのあたりが仮想通貨下落も絡まって影響したのではと推測していますけど、みんななんかこの仮想通貨戻ってきた4月2日以降あたりからなんか見切り発車してだんだんやめてったりするのが多いけど、もうちょっと我慢するとよかったんかなーって。ああ、ここの取引所みたいにちょっとあれですよね、あの正当に顧客のためにサービス提供するようなところじゃなくて、どっちかというと利益目的になんかあの手この手やるようにするとか、やはり頓挫されてくるなんて、どうしてもまあなんか桃太郎とかじゃないけど、本当に正直に行きましょうよという感じですね。これはまああれですよね、本当にもう1ヶ月ぐらいみんな我慢すると割と復活できるタイミングがあったんかなって。まあ今日は仮想通貨関連の縮小関連もちらほらありますよというところで。はい、次、中国が電気自転車に関する新しい国内基準を発行しましたよ。内容は、電気自動車はペダルを備えてなければならずに、速度は時速 25km を超えてはいけませんよと。でさらにはバッテリーを含む車両重量が 55kg 以下でならず、モーター出力とバッテリー電圧が 400W と 48V を超えてはいけませんと。それで今述べたような要件を満たさない車両に関しては、ナンバープレートや免許証なんか必要とする電動二輪車として分類されます。めっちゃ厳しくなりましたね。それだけ危ないんでしょうね。だからペダルがないといかんってことは、自動で電気だけで勝手にシャーッと走ってちゃあかんってことですもんね。重量なんかも超えてはいかんってことは、それだけ重たいのと、やっぱりあれですよね、ぶつけた時とかぶつける可能性とか安全面の危険があるということで、スピードもないですね、時速25キロってちょっと速い人なら走った方がいいんじゃないかって言われたら、それも普通の自転車の方が速いんじゃないかって言われそうね。まあ本当のこの折りたたんで電気だけで動く、まあ約2キロ前後ほど走れるぐらいの充電なしで行ける電気自動車って一番最後のあれですもんね。旅行なんかの移動先の本当に田舎とか行った時のラストワンマイルを解決する、まあ、一番最善策だから、ここら辺の規制が入ってくるのはちょっと厳しいよなって、まあ、中国が規制厳しくなるのは当然なんですけど、だから逆にああやってあの手この手で逃げ道じゃないけど回りくどいことしてイノベーションを生み出していくっていう、まあ、今までの結果につながっとる例もありますけどね。いずれにせよこれはちょっと開発じゃないですよね、これはもう完全になんかほぼ撤退みたいな感じだよなってところで。はい、次、 ING 銀行がブルットプロトコル、弾丸プロトコル、ブロックチェーン技術をテストしていますよと。まあ簡単に言うと、以前使っていたプロトコルよりも高速ですよってことなんですけど、ゼロ知識証明は要は仮に僕が特定の EU 加盟国に属していることを証明はできても、その身元に関する他の情報ということは開示できないんですよ。だけどこのブリットプルーフプロトコルはオープンソースであるがゆえに、ブロックチェーン上のプライバシーなんかを透明化にしていくという狙いがありますわね。銀行関連が割と独自でブロックチェーン関連のプロトコルなんか開発していくってなかなかあれですよ、珍しいんじゃないですか。どっちかというと提携して他のところの技術を導入したりで、自前でやらずに、まあ、外注買収提携という形を利用してるけど、結構稀で珍しいよな。まあもちろん銀行としてそれだけ開発の機器に瀕しとるという部分はありますけどね、せざるを得んというか、銀行の存続として、まあ、ゴールドマンサックスとかあの手じゃないですけど、まあ、いつまでもあれですよね、今までの分野にしがみついとってはどうせ頓挫されていく銀行テクノロジーなのでというところで、まあ、いずれにせよ開発関係は期待というところで。はい、次、フライトが東京品川区と災害時のドローン活用に関する協定を締結しましたよと。結構ドローン関連企業で特に日本で市や自治体なんかと提携していくっていうのはなかなかこれ珍しいんじゃないですか。まあ、災害時なんかの避難誘導とかを行うということ、まあ、具体的に何をどうのこっていうのは挙げてないですけど、まあ、市なんかの団体とやはり組んでいくってことはそれなりにあれですよね、プロジェクトが、まあ、期待できるのかなと。まあ、これだけ
け本当に有利で便利で可能性のあるドローンだから、本当にいい方向へ利用してほしいですよね。あまりなんか攻撃したりなんか悪いもん運んだりとかは、しないようにというところで、はい、次もう本当に世界の支持者は怖いというところで、エクアドルの公共機関が笑いながら言っちゃいますけど、ウィキリークスの、まあ、最近名前はおなじみの創設者アサンジの亡命取り消し決定した後、エクアドル公共機関がなんと4000万件超えるサイバー攻撃受けたと発表しましたよと。いやもうこれ笑いながらしか言いようがないですよね。ハッカーは特定されてないけど IP アドレスやサーバーなんかはアメリカ、ブラジル、ルーマニア、フランス、イギリス、エクアドルなんかで確認されてて、いやもういや分かったでしょそんなこと。ただ特定が難しいというだけで、こういうのってあれですね、あの知能犯というかハッカーとかって、これ本当敵に回すと怖いですね。下手になんか頭に血が上ってああいうデモだけ行うとか腕力だけで向かってくるやつの方が多分楽でしょうね。こういうやつのは本当手強いですよ。だって警察とかに直接攻撃するわけじゃないけど、こうやって間接的にあれですもんね、機密情報なんか狙ってくるとかですもんね。データの盗難は報告されてないとありますけど、これ本当かいやんっていう感じで、あんな逮捕されて寄付金なんかも仮想通貨で集まったり、だんだん声が小さくなって、これもう本当なんか笑って言わざるを得んよな。ので今後本当こういう風になってくるでしょうね。なんか仕返しはなんかサイバー攻撃みたいな、あのいじめると強いいじめっ子連れてくるみたいに、なんか強いハッカーが来て自分のパソコンとかなんかガンガン侵害されていくとかね、情報ばらまかれるとか、いや本当笑い事じゃなくて怖いですよこれは。まあ読むのは笑っていっちゃいますけどってところで、はい、次マネコを運営するガイアが第三者割当増資によって約1億円資金調達しましたよ。仮想通貨関連であんまり ICO とか IEO とか、まあその他セキュリティートークンとかそういう感じのやらずに、本当なんか IPO でもなく本当正当派のまっとうななんか資金調達できたようなところで、まあ日本の仮想通貨関連はある意味コインチェックのハックとか、まあ時間経って北朝鮮絡みっていうのが浮き彫りになってきて、本当今年がなんか取引所全て含めた、まあ、元年かなっていう感じのあれですよね。盛り上がりとまで言わんけど復興巻き返し、特に日本に関しては、まあ、韓国も同様ですけど規制がある中でこれだけクリアして突き進もうとしてるとかあれですよね、余計価値がありますよね。緩い規制のところをダダクサにやって、あのさっきの韓国の取引所みたいに営業停止するとかね、まっとうなことやってなくてなんか頓挫していくんじゃなくて、正当化できてなんとかコツコツライセンス取ろうとしたり、セキュリティ面強化したりとかして、まあ規制のある中でやっていたから余計あれですよね、価値が感じますわね。うん、いや本当にという感じで、次これ読み方がわからないですけど、サイバボでいいんですかね、なんか両方いまいち読み方が調べてもよくわからないですけど、サイバボとセピュアにかなが提携しましたよと。ウォレット関連のセキュリティ強化っていうのが狙いみたいなんですけど、正直これなんかあんまりよくわからんよなっていうのが、よくわからんから自分の今しのためにあげたんですよ。なんかいまいち見ても調べてもピンとこんというか、普通そういうのってするんですけど、なんでかっていうとこれの記事の出どころがコインネスで、このメディア見とるところではないんですけど、よくこういうとこ拾ってきたなって、そういう意味で注目したっていう意味で取り上げてみたんですよ。でも本当にいまいちピンとこんくて、はっきり言ってなんか解釈理解してないという感じで、まあそんな記事だって今まで上げとる中でも多々ありますよというところで、はい、次テザーが新たに31400万の USDT 発行しましたよと。イーサリアムネットワークで1億7000万 ERC20USDT 発行して、これでテザーの正式資本流出が131回、前月比で15倍増加し、総流出額でいうと346ミリオン USDT になりましたよと。全体的に見るとこれでもまだ USDT のマーケット流通量は 23.4 億 USDT あり、全体のステーブルコインマーケットの、まあ、7割強を占めて、4月上旬から換算しても 4% 以上増加しています。いまだにまだあれなんですね。いまだにってなんか終わったみたいな言い方しますけど、まだまだあれなんだ、占めとる割合が多いんだ。もう最近なんか下落相場になってるか、全然なんかテザー法が飛んでこなくなって、オイルアラート全く効かなくなったなと思ってた矢先で、まあ他のステーブルコインがいろいろ出てきて、テザー一強じゃないっていうのはあれですよね。マーケット的にはシェアは占めとるかもしれんけど、自分の目線的にはなんかもう完全に他のもトラストとかもいろいろありますし、時価総額見ても噂が出んとこ見ても、まあ一強ではなくなっとるよなというところで、はい、次
まあ、仮想通貨関連の下落相場の煽りじゃないですけど、インドの仮想通貨取引所のコインが従業員の半数解雇しましたよと。まあ、理由としては特にインドの規制が不確実だからですよと。まあ、インドに関してはレースはね、RBI が去年仮想通貨関連の取引なんかまあ禁止じゃないですけど、そこら辺を行ってからマルタ逃げてたゼフィーしかり、特に取引所関連はですね、銀行との国内通貨換算のサービスなんかに関して停止があるということが、まあ存続が辛いだろうなというのはこれはもう見て取れますわね。まあもうこういう国はそもそもベースをあっさり変えてまった方が早いですわね。どうしても仮想通貨取引所インドでやっていきたいっていうなら、どうしてもどの国も法定通貨に変える銀行関連を通さないかんから、そこら辺との提携があるんで、まあバイナンスとかみたいに大手海外取引所は特定の国の銀行口座を持ってないとダメとかそういうのがないから、まあ入出金ができんとかももちろんありますけど、まあ元規制によって雇用縮小に至ったという形ですわね。はい、では次、まあ半分笑い話なんですけど、コインギークの創設者がバイナンスは規制されてない犯罪組織で、マーケット創始者マネロン、規制のない証券やマーケットでの違法な地位を使用、その他の分野での共謀や特定の国への法律違反と、まあ、半分ののしっていますよと。要はあれですよね、あのライトが中本聡問題とかそこら辺にまあ頭きてじゃないけど、バイナンスボスがそこら辺の対応としてディリストしていったところの、まあ、それだけの権限があるのかどうのかとか、多分そういうことを言いたいと思うんですけど、まあでも本当に神は一声じゃないけど一発でねじ伏せたまでは言わんけど、あれによってまあ後でも取り上げますけど、他の取引所なんかもキャッシュサトシバージョン、要はビットコイン SV をディリストしていくっていう動きがありますもんね。まあ SBI だけは逆の流れですけど、まあそこら辺は個別記事で言及するとして、とりあえず飛んでいきますというところで。はい、次。まあここでもまた仮想通貨関連の下落相場の影響か解雇に至りましたけど、イスラエルベースの、まあ、仮想通貨ブロックチェーンスマホフェニーでおなじみのシーンラボが従業員約4分の1を解雇しましたよ。60人のうち15人ほどを解雇したそうで、まあ、メディア推測としてはもっとあるのではという意見があるそうですけど、まあどうしても会社関連なんか、まあ一応仮想通貨関連だって全部企業は企業ですから、まあ、レイオフしていくっていうのが一番のあれですよね。企業利益出していく、まあ、損失面をできるだけ少なく抑えるというのがまあ最善策ですもんね、まあ、そこら辺は数字を触っとったんで分かりますけど、にしてもこのタイミングだともう完全に仮想通貨的には戻ってくるから、やっぱ2月とかで判断するのは分かるけど、この4月過ぎてはもうちょっとなんか資金引っ張ってきたりして踏ん張ってもいいんじゃないかな、まあ、プロジェクトだけを単純に遂行しとくっていろんなところが行っとったならいいけど、単純に仮想通貨上昇相場で増えすぎて使うとこがないから従業員なんかを増やしたり、どうでもいいなんか設備投資じゃないけどそこら辺金回しとったのは、まあそれはそれでしっぺ返しが来たってことですけど、この場合は別にそんなあれではないと思うけどな。でブロックチェーンスマホなんかも開発してとるし、サムスンなんかは逆に全くそんな影響もなく、まあ仮想通貨を独自トークンで握っとるとかそういうとこはないですけど、にしてもなんかみんななんか我慢しきれんっていう状況がこの段階に来て多いよなって。もう本当に闇の底から光が見えてある程度あれですもんね、手の中につかみかかっとる状況なのにというところで。はい、次。 mRNA ベースワクチンと治療薬のバイオ医薬品会社キュア VACAG がヨーロッパの特許庁 EPO からワクチン接種と PDI 経路をカバーし PDI 抗体の組み合わせに関する特許を取得しましたよと。特許内容は mRNA ベースワクチンと PDL1 抗体からなるワクチンや阻害剤の組み合わせによって治療の両方を網羅して、さらには腫瘍やがん、感染症の治療や予防のためワクチンと阻害剤の組み合わせに関する医薬組成物を含みますよと。 PDRL1 抗体やこの PD1 抗体は阻害剤で腫瘍ががんを殺すための T 細胞から身を守るために使用する免疫システムの要点をブロックするとのことで、地味に目立たんすけど、アメリカ関連の特許だと割とニュースになるけど、他のとこになるとなかなか表に出てこんよなって。まあ本当この分野に関しては勉強というところで。はい、次。バイナンスの第一四半期営業利益が約7800万ドルと推測されていますよと。これは単純計算として昨年の第4四半期の営業利益4700万ドルに比べてまあ6割以上増加した数値ですと。財務諸表は公開しないんですけど、まあ推定としてこれぐらいではないかっていうザ・ブロックメディアの、まあ、リサーチ内容ですと。
さらには昨日付でバイナンスが約82万ほどの BNB トークンバーンして、これによって第1四半期の純利益は 20% を占めますよと。でバイナンスはこれまで7四半期にわたって約1000万以上の BNB トークンバーンして、これによって得た収益がまあ約7億ドル以上に達していると。要はあれですよね、供給量を絞ってプレミア感を出して価値を高めるという狙いですよね。ここら辺は定期的にやっとるで本当に賢いですよね、バイナンスは。そしたら日本の札束みたいにジャンジャン吸って流通量が増えていけばそれだけ価値が下がるけど、トークンだって発行してセールしててもコンスタントに燃やしていけば、要はトークンとして、ね、存在をなくしていけば供給量がそれだけ減っていくんで価値が上がりますわね。特にバイナンスみたいに技術の期待が高いとこはもう余計だよな。まあある意味賢いというところで、まあ確かにさっきの言った意味じゃないですけど、まあですよね、犯罪組織とは言わんけど、まあ口歯向かったじゃないけど敵対する人にとっては本当にヤクザみたいになるさ、ね、まあでも何が何でも力づくとか上からねじ伏せるようなやり方じゃないから共感は持てる一方、これだけうまくいきすぎると逆に怖いよなって。本当に ICO からほっと大きな失敗っていうのはしてないですもんね。セキュリティハックなんかに遭うとか、まあピンチは数回はありましたけど、そこら辺なんかも乗り越えてとか完璧な本当にやられたっていうタイミングがないから、どういう本当にここら辺まで来て過去とか来たらこれぐらいになってくるのかが本当にまあ摩訶不思議というか、不運時なのはやっぱ変わりないよなというところで、たった一人のボスが本当に全てをねじ伏せとるというところで、まあ、だからみんなが魅了されていくのかね。いや勝手にあれですかね、興味持っとるだけですかね。はいはい、という感じで次、これもあんまなんかよく分かってないんですけど、仮想通貨取引所のクーコインが顧客が自分の仮想通貨資産保管できるようにする機能、ボストンベースのスタートアップアーウェンのテクノロジー融合したと発表していますよ。サイト見て読んでてもなんかあんまりよく分からんというか、解釈取れてないかピンとこないというか、いや見るは見たんですよ、煙巻かれとるとは言わんけど、なんかうーんっていう感じで、まあ要はこれによって仮想通貨取引所の分散型でない集中取引所ベースのプラットフォームで顧客がまあ安全に取引できるって謳い文句は分かりますけど、なんかあんまり見てもって、まあ逆にそういうのも自分が解釈取れてないとか理解できてないとか、後からそれでなんかすごかったって分かれば分かったでいいし、そんなんだったんだって、まあそれで済めば済めでいいですし、どっちかというと感じたことをそのままアウトプットした方が自分の知識と経験にもなるし、まあ分からんし、ピンとこんことはピンとこんということで、まあそういうのも上げるのがこのニュース言及の方針というか、まあ、勝手にやりたい放題やってるだけなので、という感じで次、これはなんか本当に知らんくてすごい勉強になったんですけど、ブラジルの銀行や ATM なんかは強盗と戦っていますよと。要は向こうの方ってこの銀行の ATM なんかはへっちゃらで普通にダイナマイトの中で爆発させるんですよ。去年なんかはまあこれ毎日コンスタントに2つぐらいの ATM なんかやられとって、でこういうダイナマイトなんかの、まあ、強盗って言えんかな、もうギャングですよこれ、集団ですもんね、こんなの。ブラジルの銀行なんかは、まあ、顔認識カメラとか盗難防止なんかに投資したりして、まあ、それがもちろんコストが崩壊になって、さらに支店なんか投じざるを得んという状況もあり、サンパウロのシンクタンクによると、これブラジルなんかではここら辺のまあ犯罪なんかが非常にまあ頻繁に起こって、さらには治安がめっちゃ弱いんで、まあ、銀行による襲撃なんかはあっさりやりやすい、まあ、地域柄というか特色というか、まあ、そんな特徴らしいです。これね、俺一番強調したくてしっくりきたなというのが、ブラジルなんかでこの販売してるまあ ATM や現金なんかの自動支払い機なんかはアメリカの約2倍の値段なんですって。っていうのは金庫自体が爆発に強くなくてダメで、今さダイナマイトでやられるぐらいとかあれですよね。で家だって壊れるでしょこんなことやったら。でさらにこうやって頻繁にATM 関連なんか壊したりしてかっぱられるってことは移動しますがね、普通 ATM ってあの設置したら動かんすわね。でもそうすると請求書なんかの関連なんかのインクなんかも汚れるから、それに対する設備投資もあるし、さらにセキュリティ関連なんかのためにセンサーなんかも10個以上あって、対策がそれだけ必要だから価格が高くなるという。そりゃそうですよね、あの爆発されてかんように、動かされてかんように、もともとは自販機みたいにポコンと置いてあるものを何違った用途で使われるから、それは必要だろうというところで、いやでもこれは本当知らんかったな。でこういうのもまあある意味、別に、まあ、昨日今日あったこの辺の ATM 関連の強盗に追記して、まあ、ブラジルではこういうことがあるという特色柄を書いた記事なんですけど、はあっていうところで本当に、まあ、こういうのなんかいい勉強になって知らんかったよな。だって日本であのATM 爆発するなんて誰も考えないですもんね。あのお金を下ろすかねあの余ったの預けるとか、まあ、大体みんなお金を下ろすとかに使う方が一般じゃないの普通は。現金が必要な時とか
これはまあ笑ってはいかんけど、ああそういう使われ方するとそういう対策しなきゃってお金かかるわねというところで、いやもう本当にロシアじゃないけど本当恐ろしいやというところで、はい次、セコムがスマホを使って高齢者の見守りサービススタートしますよと。料金なんかは月額2000円前後で加入時に1万必要なだけですけど、一番の問題なのが高齢者なんかがスマホを使えるのかっていうのがでかいですわね。いやそこら辺使えるならセキュリティ面は自分で連絡したりできるから、どっちかいうと使えない人を対象にした方がこの場合で言うと望ましいかな。だいたい触って連絡したりできんから電話以外で、だからスマホなんかの利用率が増えんっていうところがあるので、別に無理に使えばいいっていうわけじゃないですけど、認知症とか介護とかが必要な状況じゃなければ、まあ、これぐらいでもいいのかなと思う反面、まあ、やはりスマホが使えるならそこまで必要で需要があるのかな、ね、まあ、そういう意味を込めて逆に言及した限りですというところで、はい次、金融庁が仮想通貨取引所関連に対してコードウォレットで管理する際の社内規則厳格化を求めていることが明らかになりましたよと。まあこれはもう完全あれですよね、コインチェック関連絡みから、まあ、そこら辺があれですよね、強化されざるを得んという状況になってきましたね。一般的にはコードウォレットで管理しとればまあ個人レベルでも問題ないっていうところですよね。あのセルフボックスとかそういうのは抜いて、パスなくしたとか書いた紙どっかやったとか覚えてないとか1個しか保存していないとか、そういうのは除いて、ただ取引所だとどうしても流動性流通性求められるから、取引の瞬間ってやっぱりコールドウォレットでは難しい部分が多すぎるんで、ホットウォレットに移す瞬間とかあるんで、そこら辺のとこがあれだよなって狙われる、だから取引所関連目をつけるんだよなって。まあこれ本当に冗談じゃないけど、アメリカとかがものすごい金北朝鮮に払って、なんかこういう仮想通貨関連の取引所のハックとかなんか口座でも開いてもいいですよ。これあ分かった、それを隠し施設撤退のあの取引条件にしないと。分かった分かった、あの全面撤退じゃなくて一部撤退とかにして、その代わりにねラザさんとかの、まあ、技術関連の少しでも好評なりシェアしていくって俺多分あれだろうな、これ聞いとったらボコボコにされるだろう。まあでも本当持ちは持ちやじゃないけど、ブラックなりホワイトなりのスペシャルハッカーとかに本当ここら辺は管理なりを聞いた方が、それこそあれですよね、バイナンスのボスに何か頼むとかね、まあ、技術的に脆弱性をつくとかっていうのはホワイト面ではバグなんか修正のためにあってはいいけど、ねえねえねえ あの国のアイノみたいにね、スーパーブラックなことばっかりやられると、まあそれはねというところで、まあ、いずれにせよ笑い話じゃなくて、セキュリティの戦いはまあもう毎日毎日続いてきますよね。寝る時もセキュリティ、朝起きてもセキュリティ、本当顔洗っても歯磨いてもセキュリティ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 で口がくどいぐらいというところで、はい次、全国の公立中高生の対象にして文部科学省がリサーチした内容で、2018年度政府が求める英語水準に達しているのが過半数以下ですよ。政府としてはこれ英検3級以上を中3に求めて、高3で英検12級相当以上を求めるってありますけど、あのこれスタディサプリとか見ると分かりますけど、過去の自分が受け取った中学校とかの英語の授業って結構教え方も悪いよなって、あの効率良くないし、あの記憶なんかに関するところの悪い教え方をしてる。だから教える方も要は効率よく記憶する方法を学んでいないと。まずは勉強とかやる前に、自分でもそうですけど、どうやったら人間は覚えて忘れていくのか、その理屈、逆にこうすると効率よく覚えて、こうするとなかなか覚わらんというところ、そこら辺を勉強してて、それを利用した勉強方法を取り組んでいくっていう方が、素直に覚えることに関しては、まあ、効率が良くなっていくかなと。だって英語だろうが数学だろうが理科だろうが、この場合で言うとこのニュースの例えば 42.6% がこういう数字だろうが、要は覚えることって結局やることは変わんないから、間隔を分けて集中学習を減らして分散学習で繰り返して、できるだけ忘れさせて覚える努力をさせると、そこら辺はどれに関してもほぼ変わんないから、だから墓参りだってあんだけ定期的に間隔を分けていくと、嫌でもなんか忘れっていう、まあ理屈があるわけで、まあ、そこら辺の教え方もあるかなっては思ってますけど、すぐ教えたことを復習させて答え見させて回答合わせさせて、そんな集中ばっかしてテスト前だけよくて1ヶ月ぐらい経ったらろくにそれを繰り返して復習もせず、それは長期記録には移らんだろうというところで、まあ、そういう意味合いで言及したんですけどというところで、はい次、まあまあ前も取引関連のオープンは言及した限りなんですけど、世界的な投資会社のイートロのブロックチェーン部門イートロ X が仮想通貨取引スタートを発表しましたよ。これ本当扱っとる国内通貨なんかでも、これニュージーランドドル、日本円、
スイスフラン、アメリカドルはもとよりユーロ、イギリスポンド、オーストラリアドル、カナダドル、めっちゃ多いですよね。日本円預かってこれ大丈夫なのかね、誰か取引する人おるんですかね。仮想通貨に関してもまあまあ割とメジャーなところ、ビットコイン、イーサ、リップル、ダッシュ、キャッシュ、まあ本体の方、 ABC の方、ディリストされた SV じゃない方がライトコインと、まあまあメジャーなところを使ってくるような。日本円をこれやってはどうなんかなってことで、それだけが前も確か言及した覚えあるんですけど、こうやって覚えがあるんですけどっていう、そういう思い出すことによって記憶の定着につながるっていうのが、さっきの文部科学省が日本の英語教育に対する、まあ、中高生の公立学校水準っていうのもあるんですけどね、まあ、それを言いたかっただけというところで、まあ、とりあえず日本円関連はこれどうなっていくのかなというところで、はい、次、地味に三菱 UFJ なんか独自トークンやるのか、投資して海外の方行きたいのかどっちやねんっていう感じなんですけど、ブロックチェーンなんかの不正取引追跡するチャイナリスですが、三菱 UFJ とソゾベンチャーズから600万ドル資金調達しましたよ、まあ、日本円換算にすると7億円弱ほどあって、こういうところに UFJ 投資しとるってことは、そういうことをやっていきたいとか技術として導入したいってことですもんね。それから開発していきたいのか、着手しとる段階で技術が欲しくなったのか、まあ、後者かなと思ってますけど、国内ではなんかやる気なさそうに見えるけど、海外の方なんかで結構手出して実はやる気満々なんじゃねえのという感じで、はい、次、もうなんかこれ本当にビットコインキャッシュ戦争じゃないけど、あのライトの中本聡自称宣言とかじゃないですけど、 SBI は逆の反面に回った形でビットコインキャッシュの本体の方、まあバイナンスで言うとビットコインキャッシュ ABC 表記の取扱い廃止、まあ要はディリストですね、上場廃止決定しましたよと。廃止理由としてはキャッシュの時価総額を大幅に減少で、これ最近 20%40% 上がってめっちゃ伸びとるやんで、まあ確かに上下方は激しいですけどね、 20%30% の動きをもう下落相場でもやるぐらいだから。それから 51% 攻撃なんかの可能性が高くなって、まあ安全性なんかに疑問が生じていると判断した。いやこれ他のトークンとかですよ、イーサリアムクラシックとかそこら辺どうなんですか、モナコインとかで、さらにはハードフォークを行って下落する可能性が否定的に、いやそれ全部ですよ、イーサリアムだって可能性ありますよ、そのこと言ったら下落する可能性はフォークだけじゃなくてもみんな可能性ありますよ。もう完全になんかあそこら辺のサトシバージョンなんかをサポートしていくって、これも完全狙いですわね、珍しい動きだなんて。別に右に習いでみんながみんな SV の反面に回ってキャッシュ本体のサポートに移るって言っとるわけじゃないんですけど、なんかあんま信念がやっとるように感じずに、いささかねえと思う部分がありますから。ビタリック・ブリンゼンとかバイナンスボスなんかも自分の言葉ではっきり言ってますもんね。まあ汚い言葉なんかちょっと決して英語特有の表現で書いてますけど、ストレートに言うことは言ってますよ、あれは本当に。まあいずれにせよもこういうことがあるから、仮想通貨関連の技術戦争じゃないけど面白いというところで、はい、次、ホントメルペ関連なんかいろいろ手出してますよねというのが、第四銀行のフリマアプリで使えるメルペに入金できる機能をスタートしましたよ。もうここら辺の UFJ とかみずほとかいろいろあって、そこら辺の手掛けるサービスなんかもう全部完全統合してあれですよね、アリペイならアリペイとか、本当にこの場合日本で言うならもうメルペイならメルペイでいいですし、 LINE の決済なら LINE だけですし、それなんか本当1個に統合していくサービスになったら将来的にプラットフォームが乱立して、まあ、技術戦争になるのは好ましいけど、なんとかペイが増えすぎてもなんか支払いでめんどくせえよなということで、にしても本当にメルカリライン、まあ、韓国カカオネイバー含めたところも本当になんか日本の枠に収まっとるのがおかしいぐらいの動きだよなというところで、本当世界的に飛び出して仮想通貨ブロックチェーン関連、まあ、ドローンとかちょっと別ですけど、ここら辺のシェアサービスエコノミーとかそのあたりはあれですよね、銀行関連にも進出しとるし、まあ本当動き的に目が離せんよなというところで、はい、次、ブルーバーグ記事の引用でコーネルテックのリサーチャーが仮想通貨取引所や分散型取引所関連で取引を行うボットが横行していると主張していますよ。要はアービトラージなんかを利用した、まあ、プログラムボットというべきあれですよね、自動取引自動売買、まあそこら辺を悪用する取引ボットという形で記事では紹介していますけど、要はここら辺のトレーディングボットなんか使うと、まあ、DEX なんかで通常のユーザーよりも高い料金支払うとネットワークの待ち時間なんか最適して、まあ、一般ユーザーの DEX 取引なんかを予想して悪用した
取引を行いますよということで、取引しようとして取引しなくて直前キャンセルしてあるということですよね。でそれによって取引が一旦注文集まっとるかと思って群がってくると、そのタイミングでキャンセルされちゃうから、まあフェイク取引をしようとして結果的に行ってないというふうになるから、誤ったりですね、取引高じゃないけど瞬間的に表示させられてしまうし、そこが中央管理じゃなくて DEX なんかであると余計タイムラグとかその他もあるというところで、特にはこの DEX 関連でまあ多いところのイーサデルタやプロトコルなんか利用しているバンコールなんか含んだところの調査した結果、まあ DEX では1日最大2万ドル以上稼ぐ500以上のロボット、この場合でいうと取引ボットを特定していますよというところで、ここら辺は別に不正とは思わんですよね。完全プログラムの天才というか、工業チケットなんかでもサイト開いた瞬間にアクセスして全部買っちゃうとか、まあ、そこら辺のプログラムを組むのと、まあ、類似行為で、自動売買の延長線上でこの場合でいうと DEX のデメリット点、まあ、ボット作成するとメリット点になるというのがついたというところで、まあ、ここら辺はパナマ文書のマネロンとかじゃないですけど、別に法律違反とかやってるわけじゃないし、個人的には別に何にも思わんですね。自動売買の本当延長線上でしか考えてないですから、ただそこら辺の DEX の取引上のデメリットメリットをついたっていうだけで、まあそれもいわゆる YouTube が始まってきて VTuber とかゲーム YouTuber とかじゃないですけど、まあ職業の一環にはなっていくのかなって、まあ、別に目立ったそんなハックとかしてるわけじゃないですし、まあ、むしろシステムのエラーを突かれる方が悪い、あ、そう言ったらハックもいいんじゃないという結論になっちゃうじゃん、今綺麗なこと言ったんじゃないのという感じで、はい次、ベネズエラが UAE に金9トン約4億ドル相当売却したとブルームバーグが報道していますよ、まあ、情報筋によるとトルコやアラブ、まあ、UAE なんかの企業によって購入された可能性が高いということなんですけど、ベネズエラセントラルバンクは、まあ、売却なんかに関するコメント要請には応じませんでしたってことで、こんだけ制裁措置されて何日間か売ったりしてかんと国内的に保てんとこがあるもんで、まあ売っ払ったって見るのが筋だよなって。にしても本当この国はなんかいろんなところがなんか闇の部分とか表面にできそうでもなんか出てこんくて、まあそれだから面白い部分はありますけど、にしてもブルームバーグは本当にとりあえず最初にはまあいろいろ拾ってくるなってところで、はい次、まあ仮想通貨関連でちょっと賑わしているビットコインキャッシュの SV、 ビットコインサトシバージョンのDリストについて、OK エクスチェンジは当面上場廃止する意向はないと発表していますよと。クラーケンなんかはまあ悩んで意見なんか集って、結局この後のニュースとかでまあ廃止決定に行くみたいなんですけど、まあ、完全にバイナンスが本当先陣切ったところで、やっぱライト発言とかあのあたりが論議を起こしたというか、まあ、バイナンスとしては本当珍しい、なんか紳士的な態度じゃないというけど、完全にライトに関するとこうディリスト関係の理由とかに述べてますもんね、まあ、だからでバイナンスはなんか法律のないような犯罪組織みたいな言われ方するのはまあまあ人によってはあるわなと、まあ、ここら辺が法律なんか国の規制が入ってこん取引所の上場廃止案件だから、まあ、そこら辺を分かっとった上で、まあ、みんながこの世界に参入してきているということで、まあ、ここら辺はいろんな意見なり対応なりがあるでしょうというところで、まあ、私は特にこんなとこには思わず、廃止して嫌ならそこの取引所に従わなければいいですしというところで、まあ、逆にここら辺の技術戦争じゃないけど思考的なところが面白いよねってとこで、はい次、ロサンゼルベースのデジタル資産会社アルカが株式をイーサリアムブロックチェーンでトークン化する債券ファンドについて SEC に目論見書を提出しますよ、要はセキュリティートークンを出したいってことですね。まあ本当に資金調達だけにやっとるならまああれだけど、技術開発とかで行っとるとかなかなか少ないんでよくやれそうね。ただまあニュースとしてもちろん避けては通れんセキュリティートークンなんか言及するけど、もうちょいなんかマニアックなプロトコル開発とか役に立つのか立たんのかわからなくても、そういうところの開発の方が面白いよなというところで、はいはい、では次、アップルとクアルコムが和解合意したと発表しましたよと。本当かいという感じなんですけど、まあクアルコムはこの和解で一株あたりの利益が2度以上上昇するなんていうような、まあ一時 20% 上昇したっていうのもあって、投資昔資料で発表していますけど、何の魔法にかけられたのかようわからんですけど、まあここら辺もあれですよね、 Google とかみたいに金で解決じゃないけど、もう本当に払ってお金とかの問題じゃなくて綺麗さっぱりゼロにして進んだ方が早いですよね。要はここら辺も心のマルチタスクだから、2つのことをやっとってはやはり効率が悪いというところで、世間的にどう見て思われようが、まあもうとっとと捨てるなりして突き進んだ方が早いよなって。特許関連もブロックチェーンとかが適用して特許システムが大きく変わってくると、まあここら辺の問題ももっと緩和してくるのかなんで、いい意味でと思ってますけど、はい次、パリの消防士が DJI のドローン利用して
ノートルダム大聖堂の火災進行情報を追跡し、消防ホース狙うのに最適な位置を発見しましたよ。すごいですねこれ。まあドローンが活躍したからこの記事に注目したんですけど、まあノートルダム大聖堂関連は、まあアップルボスも金銭的支援支持したり、仮想通貨関連でもビットコインなんかでサポートしたいという団体なんかもありまして、もう本当に暖かくなって世界が技術革新に向けてきた中で本当に大惨事だよな。これドローンなんかは消防士自分で持ってないんで、フランスの文化省や内務省から借りたってあるんですけど、すごいですねこれも。通常はドローンなんかパリ飛行は許可されてないですけど、まあこれもでも完全に消防士なんかはマーベリックプロのカメラや光学およびズームなんかに頼ったってすごいですわね。それだけ性能が高いですもんね。こういう用途にドローンも本当使っていくと、なんか開発側としても、別に自分が開発したわけじゃないですけど、本当願ったり叶ったりだよなと。逆にこれを攻撃したり火を起こす方に使われるとたまったもんじゃないけど、まあでもこの大聖堂ノートルダム関連も本当復旧2年とかもっとあれでしょうね、本当余生に語られるようなと同時に原因解明にまあ一刻も早い調査が求められるようなというところで、はい次。まあ地味にリズムが良くて見ると時間潰してしまう嫌みつきアプリ TikTok がインドにおいて Google アクセスブロックしましたよ。これはポルノなんか推奨して子どもの利用なんかに関して脆弱があるっていうのがあるんですが、これはもうアカウントをインド以外のところに買えやダウンロードできるんじゃないですか、こんなもん。まあ自分だってこれ日本だけじゃなくて他の、あ、Google は別か Apple だと思っとるから、TikTok はインドだけじゃなくてどの国でも人気あるでしょうね、あれは。あれはあかん、ほんとなんか変な中毒性がある。ちょっとなんか見るとあかん、あれは。15秒でもなんか1分ぐらいなんか4つ5つ見てしまう。あのリズムがあれさね、10秒15秒ぐらいがなんか微妙で、あの音となんか何でもない動きじゃないけど、ちょっとしたことがなんかあれをやっとったからでなんか英単語を覚えるとか新しい知識が身に入るとか全く生産性はないんだけど、あれわかんすね、ほんと究極の暇つぶしアプリだ、あれは。あの秒がよく考えてなって、あれが1分じゃ多分長いだろうな。そういう意味でインスタのいいところをなんか撮ってたような感じで、まあまあ話は脱線しましたけどというところで、はい次。まあ地味に目立ってないんですけど、ベネズエラの刑務所から大量の囚人脱走して、1人が亡くなり2人が負傷しましたよと。数件見た限りでめちゃくちゃ細かいことが書いてあるわけじゃないんで、まあスルーしたんですけど、まあこういうこともあったというところで、まあ興味のあるベネズエラですし、にしても本当にここはもうなんか金を売ったとか売ってないとか、売ったとか売ったとか、電力は止まっとるのか動いとるのかどうなのかどうなのかどうなのかってとこで、現大統領は暫定大統領は暫定大統領はどうなのかで、本当にただいろんなことが本当にどっちかというとプラスじゃなくてマイナス情報ばっかのニュースだらけですもんね、これ。どれだけ本当に秩序ない国やねんという感じで、はい次。なんかまた変態なのが出ましたねというのが、 YouTube でパスなんか盗むだけでなく閲覧数稼いで収益まで出させるマルウェアスキャナスが発見されましたよ。数ヶ月前から出現していたんですけど、最初に発見した去年の年末ぐらいからもう感染数なんか急増しているというところで、まあ、純粋にこれボットビジネスじゃないですけど、閲覧数なんかは本当塞いで、まあ、広告収入を上げていこうという、あの Google や YouTube のシステムなんかのクリック数なんか多分誰でも考えるでしょうね。自分が例えばアカウント持ってブログなり YouTube なり出したとして、それを別パソコンとか別アカウントから何遍もクリックしや稼げるんじゃねえかという、まあ行ったり戻ったりの簡単な本当に初歩的な幼稚園ボットみたいな、多分そういうのは多分誰もが最初は多分考えるじゃないですか。まあ、金銭的な動機がなくなると、ほとんどここら辺のハック関連ってかなり減っていくでしょうね。金銭的にならんところには全然群がってこんすもんね。まあ、そこら辺が一つの改善対策の道かなってハック関連は思っていますけど、はい次。まあこれがノートルダム債券なんかのブロックチェーン関連の支援プロジェクトなんですけど、ブロックスノーがノートルダム大聖堂債券のための仮想通貨支援するキャンペーンスタートしましたよ。まあビットコインやイーサリアムなんかで寄付なんかできるシステムなんですけども、あれ各国あれですよね、本当にさまざまな有名人問わずにいろんな人が、まあ、支援表明金銭サポートなりしとって、技術的なとこはもう手を出せんから本当にあれですよね、1円でも送るとかしかないですもんね。帰って行ったりしん方があれですもんね。被災地なんかへ助けに行くとかと一緒のところで、もう本当にお金だけ出して見守っとるとかの逆にあれだよなって、手出さん方が一番いいサポートだよな。まあ本当にでもにしてもなかなかショッキングな出来事というところで、本当シンボル的なものが崩壊していく目の前っていうのはあれですよね、本当人格をなんか変な意味で殺される瞬間でもありますよね。まあドローンも参戦し活躍しつつというところで、いい意味でまあここら辺のブロックチェーンなんかの技術がサポートになっていけばいいですよねというところで、はい次。はいはい、まあまあまたまた出ました健康関連のというところなんですけど、保健社会福祉省 DHSC が1日あたり 90g を超える赤身肉や加工肉食べる人
人は腸がんとの関連性が知られているため 70g 以外に削減するよう示唆していますよと、まあ、ここら辺で出ますよね。糖質制限関連なんかでもあって、糖質を抑えて代わりに赤身肉や加工肉なんか食べ過ぎて、まあ、亡くなったり動脈硬化とか影響出たっていうのも多々あるので、植物性のタンパクに変えた方がいいとか、割合を減らした方がいいとか、こういうのもあって、あれですよね、自分も肉ばっかり食べるのでも赤身肉とかじゃなくて減らすようにしましたもんね。極力、まあ、少なくして魚とかの方へ、食べるならスライドさせるっていう、牛肉や、まあ、唐揚げとか鶏肉とかハムとか、まあ、ハムとかあれですよね、加工肉とかはなかなか危険性が高いというか、まあ、そこら辺の影響下は知られていますけど、まあ、ここら辺も結局いろんなサンプルを多く取って調べたところありますけど、どうやってデータ取ったかを細かく抽出して自分なりに解釈解析して、さらにこの集めた研究結果なんかを自分なりに本当にまとめて、そこで判断していかんと、毎日毎日本当かっていいの悪いの、コーヒーとかじゃないですけど、何倍がいいって言って次の日にちょっとそれより上はダメとか、まあ、覆るのがポン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 出てくるというところで、まあいずれもこれ毎回言うのはもうサンプル程度で、本当自分でもそんな限りで、ここら辺を統合して何が良くて何が良くなくて、逆に曖昧なのは曖昧のままそのままにして保留して、いいのが出てきたらそこを採用していくっていう形で、健康になりたいとか長生きしたいというより、どっちかというとこの研究結果でどうなるかの方に興味がありますね。またそういう悪魔な自分が多いという感じで、まあ、ここら辺はまあある程度知られているところなので、まあめちゃくちゃ新しい研究とかリサーチ内容ではないですよというところで、はい、次、まあこれがオラスで話題的には全く飛びますけど、ロシア中央銀行がトロイカ D 銀行からのライセンス取り消しましたよ。まあ信用機関がテロの資金調達や、まあ、収益なんかのマネロン問題で中央銀行の法律や規律に違反というした事実のもとに行ったのことですけど、なかなかこれは珍しいですよね。世界的にも少ないんじゃないですか。これはトロイカ D 銀行は資産面でいうとロシアで185位を占めていて、4月でいうとこれ中央銀行はアスペクトとイバノバの、まあ、2つのライセンス取り消して、それぞれがまあロシアの銀行ランキングで343位と294位で、これだけあれですよね、ロシアの銀行関連の中でまあ浄化とはまでは言わんですけど、マネロンなんかのまあ悪しき資金の流れに関わっとる、癒着しとるというところが、まあ、それだけあるんだよな。あんな怖いボスがおるところでよくそんなことしますね。なんかほんとフルボッコされそうな感じで、まあそこら辺は半分冗談ですけど、というところでまあはい、本日も来ましたけど、仮想通貨関連もう相場戻りつつあるのに、結構なんか見切り発車でみんな撤退してるのが多いよな。まあなんか変なインチキチックなことやって、まあやめざるを得んという韓国のどっかのみたいなのはわかりますけど、ブロックチェーンスマホとかあそこら辺はちょっとあれだよなって、なんかもったいないよなって、まあ、別にレイオフならレイオフでいいですけど、まああとはバイナンスボスがっていうふうに、まああれか、中本サトシを自称したライトがマネーだってことですけど、キャッシュの SV、まあこの場合ビットコイン SV、それから SBI が逆指示しとるビットコインキャッシュの ABC バイナンス表記のディリストと、まああれも論議的になかなか面白いというわけではないですけど、少し後を引きそうな問題だよなと。同時にバイナンスの本当強さ、まあ営業利益なんかコインバーン含めて、まあ、見せつけた瞬間でもあったよなと。もう他の取引所も本当なんか右に習いしとる感じで、逆にそれがイノベーションを生まさんというか、ちょっと面白くない部分を見とってあるよなと。まあ一番はやっぱあの財政度絡みですけどね、あれも本当に年数もそうだな、日本総東日本大震災とかでもやんけど、やっぱり年単位のレベルだよな、あれは。まあドローンなんか新技術が開発するのはいい反面、ああいうとこでは逆に新技術が開発しない結果になる方が世界的には望ましいさ、まあ、地味に UFJ が話しとんで目立ったんですけど、どっちかというとあんま日本へ目を向けとんのか、どっちへ目を向けとんのか、技術が欲しいのか何なのか、いまいち意図が読めんよな。まあ、あとはロシア関連、ベネズエラ関連、相変わらず闇の部分が多くて、特にベネズエラなんかカオスに向かっとるのに、どうなってくのやらということで、ブラジルのあの ATM 金庫問題も知らんくて面白かったというか、勉強になったというか、はあ、そういうのがあるんだなというところで、まあ、技術開発はどの分野も相も変わらず、5G、ドローン、AI、自動運転、ブロックチェーン、仮想通貨含めて進んでいますけど、セキュリティ面はなかなかやられとる部分が多くて、どうしてもこれは負け取るのはもう毎日口繰り返していっとる問題で、まああとはあの日本の英語教育とかじゃないけど、あそこら辺も勉強の仕方、暗記の理屈とか、そこら辺から最初取り組むカリクラムなんかを作って、どんどんオンライン教育なんかにまあ移っていく感じになるのかな。教え方っていうのもこれセキュリティ面含めて一つの課題だよな。分かってる人が道順辿って最短距離で覚える方法、セキュリティなんかでも守る方法、この場合だと先生がおらんでいかんけど、まあそれは北朝鮮のあの組織のとこになんか先生してくれんかな、全部どん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 声がちっちゃくなってくるんですけど、はいはい、という感じで、まあそんな感じ、以上2019年4月17日
本日ピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。